ラタナコシンドラ急方間単装砲を箱型の砲塔に収めて一機を配置、下部に司令塔を組み込んだ操打環境を基部として頂上部に見張り所を持つ、短脚式のマストが一本立つ。船体中央部に細身の一本煙突が立ち、煙突後部は関西艇置き場となっていた。環境の両脇と煙突の両脇にはアームストロングチメートル単素砲が一機ずつの、 計4機配置されていた。後部甲板上に簡素な短脚式の後部マストが立ち、そこから甲板1段分下がって2番砲塔が後ろ向きに配置された。イギリス、ハイ・ウォーカー造船所で1924年9月29日、寄港、1925年4月21日浸水、1925年8月10日、竣工 1968年8月2日、沈没処分。イギリス、ビッカーズ・アームストロング・シャズ船所で1928年12月、寄港、1929年11月19日、浸水、1930年10月6日、浸港、1970年12月除籍。ありがとうございます。